河内屋菊水丸は、日本の芸人、伝統河内温度継承者、温度鳥。新聞読み、河内温度家元の肩書きでも活動していた。本名は、岸本清。吉本工業所属。父は、師匠でもある、温度鳥の河内屋菊水。母は、ピアノ講師。大阪府八尾市出身。現在は、京都府相良郡南山城村に在住。 この花学院高等学校卒業。温度取りとしての活動と、並行しながら、一般社団法人、日本ストリートダンス認定協議会の特別講師や、道府、矢尾の魅力大使、池田温度大使、河内温度記念館館長、宝塚市大使、葛城野市相撲館名誉館長、県館光大使、南山城村 PR 大使、 大阪府太陽の党内部再生事業広報担当アンバサダーなどを務める大阪芸術大学教養科の客員教授である1963年2月14日に大阪警察病院で出生1972年9月に9歳で東大阪市水戸東で初矢倉に上がる小学1年の時に両親が離婚した小学生の頃から 盆踊りの矢倉で太鼓等を演奏し、高校時代は、老曲の初代京山講師若の伴奏やいこまはじめや、天道よしみのバックで太鼓とギターを担当していたこともある。吉本工業に所属し、1980年の難波花月が初舞台であるが、デビュー前は浸水していた、松竹芸能の劇場で活躍していた。 鉄砲白三郎門下のイコマイチのもとに足を運び、河内温度のくどきの色派を学んだほか、新世界新ヶ月でもイコマイチのギター伴奏を務めていた。1984年、新聞読みを復活させ、以来大阪を拠点に歌う。エレキギター、シンセサイザーなどを用いて、グリコ、森永大事件や、阪神タイガース日本一温度、大リクルート事件。 江戸博広正半世紀や、豊田昭治最後の日、長野和夫一大儀、天才漫才師、横山安志物語、何わの喜劇王、藤山博美青春編、三空ひばり物語、アントニオ猪木一大儀など、世相、事件を題材にした曲を発表した。1984年、グリコ、森永事件の犯人が書いた、江崎グリコ許したタルという江崎グリコへの、 強迫集結宣言にメロディをつけた曲、グリコ事件集結宣言温度をカセットテープで発売した。そのテープは1994年時点で約1万5000本を売り上げ、おはよう。ナイスデーに菊水丸が出演した際にも歌った。この曲を作った際、強迫集結宣言のメモ書きを道に落としたことにより、警察からグリコモリーナ事件の犯人と疑われ、 取り調べを受けたことがあるとラジオ番組で告白した。1990年代前半は、海外でのライブも多く、イラク、北朝鮮、ソ連、エジプト、ギリシャ、イタリア、チュニジア、フランス、キューバ、ガダルカナル、北方四島、シコタン島、東ティモールなどで行っている。イギリスのテレビ局では、特集が組まれ、それを見た BBC からも出演依頼が来た。 音楽番組、イースタンヒットに出演した。1991年、リクルートのアルバイト情報誌、フロム A のテレビ CM、ソング、カーキンオ度が、同年12月時点で8万枚以上、累計では、交渉20万枚以上を売り上げる、大ヒットとなり、全国区に進出した。過去に、リクルート事件をモチーフにした曲を発表した経緯があるが、 同社観光のアルバイト求人し、フロムウェイの仕事を受けるという事態となった。また CM が関東ローカルだったこともあり、地元大阪では、なんで、菊水丸が急に売れ始めたのかと疑問に思った人も多かったという。同年、ソ連崩壊3日前に赤の広場でゲリラライブを観光した。音楽、お笑い、政治を融合した新聞読み、 河内温度という横断的なジャンルであったため、全国区進出後は出演番組も、ミュージックステーション、NHK 紅白歌合戦などの歌番組、サンマのまんま、笑っていいとも、鉄子の部屋、ライオンのご機嫌ようなどのトークバラエティ、朝まで、生テレビ、おはよう、ナイスデーなどの政治、ニュース番組などと多岐にわたった。1998年。 東大阪市の核住民登録容疑事件に、絡み逮捕された市長の身体をめぐり、市役所前で、東大阪市長を辞めさらせ、温度を披露した。2002年、日韓ワールドカップの日本対チュニジア戦で、国家政賞の依頼があったが、辞退したため各市で物議を醸した。辞退理由として、僭越であると述べた。結局この試合の君が代は演奏のみとなった。 2005年1月24日、東京都渋谷区の NHK 放送センター前の路上で漫才師の西川則夫と共に、エビサワ活字 NHK 会長の解任を求めるゲリラライブを行い、エビサワを通列に批判する怒りの河内温度を披露した。2006年8月19日、大阪府貝塚市での盆踊りで通算8 8 8 8路を達成する。 2005年2006年2006年2007年2007年2008年は兵庫県洲本市の商店街コモード56で年越しを迎えたニューイヤーフェスティバル2007年の吉本ディレクターズ100から100人が映画撮りましたでは自身の少年期を描いた田中徳造監督少年川内音度取り物子でクレジット上ながら映画監督デビューを果たした 実際には、田中徳造監督の作品が好きだったことから、タイトルにある通り台部分の撮影を田中徳造に依頼。また、キャンディーズ時代からのファンだった縁で、田中よし子の出演を実現させた。田中徳造は公開直後の12月27日に、正居し、事実上の遺作になった。2007年11月1日、パーソナリティを務める。 MBS ラジオ、さてはとことんきくすいにより自身の MBS ラジオでのパーソナリティ出演が、当眠返上きくすいから数えて1800回を迎えた。2007年11月30日、地震初となる中国、上海公園にきくすい一座で出発。メインパーソナリティを務める MBS ラジオ、さてはとことんきくすいは、前日に録音したものを放送。 連続出演記録は、出発式を行った関西国際空港より、電話出演でつないだ。2008年4月15日、大阪芸術大学芸術学部、芸術計画学科客員教授に就任。5年間務める。現在は、教養科の客員教授。2009年2月3日に、さてはとことん菊水丸を3月27日で、 終了することを発表し、盆踊りシーズンが終わる9月末で、新聞読み、河内温度家元を返上することを同時に発表した。番組を担当していた10年間は MBS に近い、ホテル半球インターナショナルに10年間住んだという。以降は、伝統河内温度継承者という肩書きで、河内温度の温度取りとして、伝統の保存と継承に専念する。 公式ブログを解説し、古い伏回しの発掘、多流派の師匠連への稽古通いなどをしながら、ブログで近況を報告している。2009年8月23日、衆議院議員総選挙をネタにした新聞読みを発表。この時点では、新聞読みとしての最後の作品としていた。しかし、東日本大震災発生後の2011年6月に、 新聞読みネタの封印を自ら解くことを表明。8月22日に兵庫県姫路市で開かれた姫路浴衣祭りへ出演した際に、同震災からの復興を祈願する目的で、姫路から頑張ろう日本温度を披露した。同曲については CD も制作。売上金の一部を被災地域への義援金に充てることを表明していた。 2012年7月、八尾市にオープンした河内温度記念館の館長に就任。11月より、同所にて、自身の企画構成による河内温度セミナーを月1回のペースで開催している。2012年10月に、受診の人間ドックで、甲状腺乳頭癌発症の疑いが浮上し、精密検査で、甲状腺で発症した癌細胞が、 器官やリンパにも転移していることが判明したため、12月25日に、癌細胞を摘出する手術を受けた。一時は、発生が危ぶまれたが、退院後は体調を考慮しながら、2013年春から、温度取りとしての活動を再開し、吉本工業創業100周年記念、吉本100年物語で、本格的に復帰した。2015年、 芸能生活35年目記念のシングル曲、本日は晴天なりを6月24日に吉本 R&C から発売。同月28日には、盆踊りの出陣式、同曲のお披露目を兼ねて、芸能生活35周年記念パーティーを開催した。また、母校の大阪友成高校公式野球部が、 全国高等学校野球選手権大会に大阪府代表として初出場を決めたことを受けて7月31日には大阪友生学園応援運動を即興で制作している1990年イラクのサダム・フセイン大統領がイラク国内の在留外国人の出国を禁止したことにより現地の日本人は事実上の人質となったが 外務省の人質解放交渉は、進展を見なかった。そこで、同年12月、アントニオイノキが被害者家族を、引いて、イラクで、スポーツと平和の祭典を開催するという趣旨のもと、イラクへ向かうことになる。当時の菊水丸のマネージャーがチョキと知り合い、ナンバグランド花月での興行を持ちかけ、実現した同年7月の興業の前座で、 キクスマルが歌ったのが縁であるという。チョキは、祭典の日本の伝統音楽の部門を担当し、現地のイラク人や日本人の前で、河内音頭を披露した。祭典は結果として、無事に終わり、チョキとフセインの協議の末日本人人質は、戦争が始まる前に解放された。なお、この祭典においてキクスマルは、大統領から、 金色の壺を直接手渡されている。身の危険を覚悟していた菊水丸は、1990年末、イラクへ立つ前に、生命保険に加入しようとしたが、危険性が高すぎるということで、どの海外臨時保険会社にも断られた。その1ヶ月後の1991年1月に、湾岸戦争が始まっている。フセインが処刑された時、処刑されたのは、 本物のフセインなのか否かと議論になったが、各メディアの取材に対してキクスイマルは、間違いなく、本物ですと答えている。イラク滞在中には、バビロンの遺跡も見学した。すべて過去。すべて過去。ありがとうございます。